カットライン。俺の名前はヒロシ。ハード系のパン屋を営むパン職人です。ちなみにハード系のパンとはフランスパンのようなパンの外側が硬いパンのことを言います。俺は小さな頃からハード系のパンを食べるのが大好きだったんです。そんな俺はお店のパンでは物足りなくなってしまい、自分が好きなパンを極めるために独自でパンの研究を行いました。たくさんの本を読み漁り、いろいろなパン屋さんのパンを食べ比べしたりと、何年もかけて研究を積み重ねていった結果、ついに自分が理想とするパンを作ることに成功。こうして俺が愛するパンの味を広めるため、めでたく自分のパン屋を開業するに至ったのですが、硬い、なんなのこのパン、こんな硬いパン私には食べられないわ。なんじゃこりゃ、歯茎が。俺の期待に反して、俺が大好きなハード系のパンは受け入れてもらえなかったのです。ちょっとハードにしすぎたか。けど俺は決して諦めませんでした。初めからうまくいくことなんてありえない。きっと作り続けていれば、俺が作った愛するパンを受け入れてもらえるはず。俺、気合を入れろ、もっと頑張るぞ。廃棄になってしまうパンは多かったですが、それでも俺はめげずに、愛情を込めて作ったパンを絶対に知ってもらおうと一生懸命作り続けました。そんなある日、ある少年との出会いがありました。その日はとても寒い日で、少年はボロボロの長袖を着てパン屋の扉を叩いてきました。おじさん、パンの耳ちょうだい。少年、申し訳ないが、うちは食パンを取り扱ってないんだ。嘘、パン屋なのに食パン売ってないの？このパン屋は俺が愛してやまないハード系っていう固めのパンしか置いてないんだよ。そうなんだ、じゃあ俺今日何も食べれないや。少年、お母さんやお父さんはどうした？家にいるよ。けど家は貧乏だから、パンを買う金なんてないんだ。あまりに落ち込んでいる少年を見て、お店から追い出すことは俺にはできませんでした。そこで俺は廃棄する予定のパンを大きな袋に詰めて、ボロボロの少年に渡すことにしたのです。少年、俺が愛情を込めて作ったパンを食べてくれ。そんな、いいよ、おじさんに申し訳ないし。いいから、全部持ってきなさい、遠慮はいらないから。おじさんの気持ちはすごく嬉しいんだけど、固めのパンは水を多く飲まなきゃいけないから少し食べにくくて。そうか、やっぱり子供には食べづらいのか。あ、でもいいことを考えたぞ。ちょっと待っててくれ。俺はパンにハムやチーズを挟んで、少年が食べやすいようにサンドイッチを作りました。ほら、これなら食べやすいはずだ。サンドイッチを渡すと、少年は俺に疑いの目を向けつつ一口食べてくれました。すると少年は目を輝かせて、嬉しそうにサンドイッチを食べ進めてくれたのです。なにこれ、すごく美味しい。硬いパンはこうやって食材を挟むと全く違った食感になって、とても美味しくなるんだ。硬いパンって食べにくいイメージだったけど、おじさんのパンは全然違うんだね。硬いパンが食材の水分を吸ってくれて、べちゃついたりせず、ずっと美味しく食べられるんだ。硬いパンは好きじゃない人が多いけど、ほとんどの人は美味しい食べ方を知らない。だから俺はここで硬いパンの美味しさを広めているんだ。おじさんはすごい人なんだね。こんなに美味しいパン初めて食べたよ。そんなに褒めてくれるなんて照れるな。他のパンもまだまだたくさんあるから、どんどん持っていってくれ。この時俺は少年からパンが美味しいと言われてかなり舞い上がっていました。実はパン屋を開業してから一度もお客様から美味しいと言われたことがなく、ほんの少しだけメンタルブレイクしていたのです。嬉しくなっていた俺は少年の手を取って握手を交わしました。おじさんの手すごくあったかいね。この手のおかげで美味しいパンが作れるんだ。だから特別な手なんだよ。俺、おじさんのパンもおじさんの手も好きだよ。なんか心が温かくなる感じがするんだ。そうか。いやー、めちゃくちゃ照れるな。少年に褒められた俺はますますテンションが上がりました。ここまで褒められたのは初めてのことで、調子に乗っちゃうくらい嬉しかったのです。その後、少年は定期的にパン屋に遊びに来てくれました。俺は少年が来るたびに無料でパンを提供しました。出世払いにしてやるから、少年は気にせずたくさん食べて大きくなるんだぞ。おじさん、本当にありがとう。こうして少年とのやり取りは約3年ほど続きましたが、ある日を境に少年はぱったりと来なくなってしまったのです。最近めっきりと少年が来なくなったな。住所や連絡先をちゃんと聞いておくべきだった。
きっと少年の家族に何かあったに違いないのですが、連絡手段の取れない俺は少年がやってくる日までパン屋を続けるしかなかったのです。しかし少年が来なくなってからパン屋の業績は日に日に悪化をしてしまい、開業10年目を迎えたタイミングで泣く泣くパン屋を廃業することになりました。俺の力だけではパンの魅力を伝えられなかった。悔しい、悔しすぎる。廃業した後もしばらくはパンへの思いを捨てきれず、新しく開業できないか模索をし続けたのですが、パン屋を始めてからずっと赤字続きということもあり、俺は借金を抱えていました。とりあえず借金を返済しなければならず、俺はいつも使っていたエプロンやパンの機材を封印し、スーツを着込んで就活を始めることにしました。しかしいい年して企業に一度も就職したことがなく、今までパンしか作ってこなかったため、俺を採用してくれる企業はほとんどなかったのです。書類が通った企業に面接に行っても門前払いの日々。俺のメンタルはボロボロのボロでしたが、それでも借金があるので諦めるわけにはいきません。必死に就職活動を続けていると、応募した企業数は100社を超えていました。そして記念すべき100社目は地方でサンドイッチを販売している飲食系の会社でした。一応飲食出身であることから、書類、一次面接、二次面接と順調に進んでいき、そして最終の社長面接まで進むことになりました。社長はかなり独特な感性をお持ちな方なので、おそらく、いやほとんどの方は落とされます。え、それって一体どういうことですか？社長はとても優秀な方ですが、とても気まぐれな方なのです。私たちからは口出しできません。ちょっと何言ってるかわからない。とりあえず非常に厳しい面接になりますが、どうされますか？どんな厳しい面接でも奇跡のどんでん返しがあるかもしれない。俺はそう思って最終面接を受けることにしました。はい、最終面接を受けさせていただきます。絶対合格できるよう頑張ります。わかりました。では最終面接の内容について説明させていただきます。最終面接では、自分が美味しいと思うサンドイッチを作ってきてください。それでは当日よろしくお願いします。想像よりもシンプルな面接内容に肩透かしを食いましたが、非常に厳しいと言われるだけあって、シンプルなお題にも理由があるのでしょう。俺はかなり頭を悩ませました。そしてあっという間に面接当日がやってきました。会場で面接時間まで待機していると、突然社長と面接官が会場に入ってきたのです。皆さん、最終面接に来てくれて本当にありがとうございます。社長はそう言って面接に来た人全員と握手をし始めました。なぜ握手をしているのかは謎でしたが、とりあえず順序よく握手をしていったのです。その後順序よく個別に呼ばれて、一人ずつ自分の美味しいと思うサンドイッチを持っていきました。ああ、ものすごく緊張する。手汗が全然止まらねえ。面接は淡々と進んでいき、自信持って面接室に入ってきた人たちが面接を終えて出てくると、かなり憔悴しきった顔になっていました。俺はそれを見るたびに震えが止まりません。俺は一番最後の面接だったのですが、俺以外の人は全員が不採用だったらしく、全員がうなだれるようにして去っていきました。大平さん、面接室にお入りください。はい。面接官に名前を呼ばれて面接室に入り、面接官と社長に挨拶をしました。そして持参したサンドイッチを提出したのです。ハード系のパンにハムとチーズのみ挟んだサンドイッチです。このパンにはこの食材が一番合うと思って作りました。そうなんですね。でも食材が先ほど落ちた方と丸かぶりしていますね。マジかよ、絶対落ちたじゃんか。とりあえず試食してみましょう。そして面接官と社長が俺のサンドイッチを食べました。俺は面接官たちの会話を聞いて絶対に落ちたと思い込んでしまい、食べる瞬間を見ることができず、ぎゅっと強く目をつぶりました。大平さん、目を開けてください。社長。俺が目を開けるとニコニコと笑顔の社長が目の前に立っていたのです。そしてその場にいる全員が驚く発言をしました。大平さん、あなたは採用です。おめでとうございます。一体どういうことですか？私には普通のサンドイッチに思いましたが。まったくです。なぜ大平さんが採用なんです？私はずっと探していたんだ、この素朴で優しい味のパンを。その時社長の笑顔を見て、俺はハッと気づきました。あの少年の笑い方と社長の笑い方はとてもそっくりだったのです。もしかしてあなたはあの時の少年？やっと気づいてくれましたね、大平さん。これで出世払いとさせていただきますね。今後もよろしくお願いします。
俺は出世払いという単語を聞いて社長があの時の少年だと確信しました。まさか覚えていたとは思ってなかったので驚きと嬉しさで涙が出そうになりました。面接終了後、俺は社長室に案内されて、そして少年は10年前のことについて話してくれました。実は両親の離婚が決まって俺は母親の実家に行くことになったんです。あまりにも急だったからひろしさんに挨拶もできず町を離れてしまって、俺は今までそれだけが心残りでした。そうだったのか。何かあったんだろうと思っていたが、連絡先も聞いてなかったから探し出すこともできなくてね。でもまさか社長になってるなんて思ってなかったよ。母の実家では母の兄弟から支援を受けていました。この会社は母の兄であるおじさんが経営していた会社で、おじさんは子供がいなかったから俺が後継として会社を引き継ぐことになったんです。そうだったのか。実は社長に就任してすぐ大平さんのお店を訪ねたのですが閉店していました。ごめんな、赤字が続いてしまって廃業するしかなかったんだ。いや、むしろ俺が大平さんに恩返しできなくて本当に後悔しました。ずっと大平さんのパンを食べたいと思っていて、俺も必死にパンの研究をしたのですが、あの味を再現することはできなかったんです。どうしようかと思っていた時、こうして奇跡的に大平さんと再会することができた。今度は俺が大平さんに恩返しがしたい。出世払いってくくりだとおかしいと思うんですけど、うちの会社に入って一からパン作りを教えてくれませんか。俺は大平さんと一緒に働きたいんです。そんなに俺のことを思ってくれていたのか。ありがとう、本当にありがとう。少年の思いを聞いた俺は子供のように大号泣をしました。あの時必死に自分の好きなパンを作り続けていた俺が報われた気がして本当に嬉しかったのです。そして俺は少年の会社に就職し、パン作りを続けていくことを決意しました。その後俺は自社のサンドイッチに使われているパンを全て監修する立場になりました。するとパンが美味しくなったという声をいただき、口コミで徐々に広まっていったのです。お客様のおかげで売り上げも徐々に伸びていき、全国ネットで取り上げられるほどになりました。その結果サンドイッチ屋として全国レベルで有名となり、今では全国各地からお客様が訪れるぐらい大人気店となりました。そして現在俺は新ブランドのパンをプロデュースしたり、会社全体の商品監修を務めています。これからもたくさんの人に俺たちの美味しいパンを届けていきたいと思ってます。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。